まあ、その場面には違いますかね。まあ、今年の、まあ、去年の WBC ももちろん印象に残ってますし、まあ、プロ野球に入った時も印象に残ってますし、もっと言えば初めて野球やった日ももちろんすごく覚えてるので、はい。まあ、そこは、まあ、絞りきれないといえば絞りきれないですけど、まあ、その時によってこう変わってくるかなとは思います。まあ、点数は分かんないんですけど、もうちょっと大人かなとは思ってましたね。まあ25とかの時でも、もっと大人なんだろうなって自分がこう、10代の時に思い描いてた25歳とか30歳って、もっと大人なんだろうなと思ってたんですけど、案外こう、僕がそうなのかも分かんないですけど、子供のままこう、来てるなっていう感じはしますかね。なんかもっとこう、落ち着いた男性のイメージで来たんですけど、全く真逆の方向に来てるなと思います。まあ、まず一番は環境に慣れることだと思うので、まあ入団しましたけど、まだこう、なんていうのかな、本当の意味でチームメイトに慣れてるわけではないと思うので、まあ結果も含めて、まずはコミュニケーションを取りながら、チームメイトのこう信頼関係をこう築いていけたらなと思ってます。まあ、もちろんこう、ワールドシリーズで勝つっていうのは、まあ野球人生の中での目標の一つにしてるので、まあそこが一番のこう目標ですし、まあ今年は今のところ投げることはできないので、打席の中で、そこに貢献できるように頑張りたいなと思ってます。まあ、まずはしっかり復帰投手の方でこう復帰すること、まあ、または、まあ、投打でしっかりとこうワンシーズンフルで戦い抜くことを、まあ、継続していくことっていう、まあ、今回10年契約してるので、そのことをまあ10年間ストレートで全うできるように、そこが目標ですし、まあ、あとはそのさっきも言ったようにワールドシリーズで勝つことが一番の目標ではあるので、まあ、そこで投打で両方こう貢献できたらなと思ってます。まあ、ある種こう、まあ、自分が選手みたいな、選手というか、まあ、そのサクセスみたいなものだと思うので、まあ、自分に合ったそのなんていうのかな、まあ、練習であったりとか、まあ、休むのもそうですけど、ある意味そう練習したものが返ってくるだけなので、本当にゲームと同じ、大雑把に言えば同じだと思ってるので、やったものが返ってくるっていう、それをまあ僕自身はそういう感じで、自分自身がパワープロの選手だと思ってやってるので、まあ子どもの頃はね、単純に楽しかったですし、まあ選手を自分でこう育てたりとかね、するのもすごく好きだったので、今は自分をそういう風にやってる感じですかね。いや、もともと買いたいなとは思ってたので、このオフシーズンあたり買いたいなとは思ってたんですけど、まあ、怪我してしまってどうしようかなと思ってたんですけど、まあ、ちょうど家にずっといなきゃいけないっていうか、まあ、もう本当になんていうのかな、家から出れないというか、まあ、ギプスもしてる状態だったので、まあ、最初の1ヶ月とかってこう面倒見るのも大変ですし、ちょうどいいかなというか、一緒にこうリハビリを頑張りました。一緒に寝て